信じがたいとも思うが、そんな古い時代から存在しているというのかい。まあ、私もたまに見るんだよな。前なんて変な冠のせいで悪い夢ばっか見たし。へぇ、マリサ様もそんな経験があるというのでしょう。しかし、悪夢とわかっても、その悪夢というのやらが連鎖しているってことだよな。ふーむ、アリスも望まぬ形でそんな悪夢を見せられているのか。もしこの状況が私なら、目覚めたいのに目が覚めない。悪夢の存亡が重たい。鉄壁だと思わせるのかな。夢の中、居心地が悪くて、辛くて、悲しくて。夫という人物は毎度毎度、私をひどく八つ当たってばかり。私は何もしていないのに、ひどくそんなことをされる。痛いのに、それをずっと我慢し続けるのなんて到底きつい。ああ、もうこれには救いがないというのでしょうか。しかし、私が夢を見るに差し掛かる場面がなぜか、夫が会社から帰宅し、それに八つ当たるパターン。もう何度も何度も、そんな場面を目の当たりにしちゃ、当たり前のように殴られるし、蹴られる。踏んだり蹴ったり。まるで哀れなサンドバッグな私。ずっとずっとずっと、私は夫のおもちゃにされていくのだろうか。夫はこうやって私をいじめていくのが快楽の一つだろうか。今まで孤独と付き合ってきた私にはこういう仕打ちなのだろうか。もうずっと、この状況が変わり映えしないことは分かっています。でも私は救われないし、いつまでも続く終わらない悪夢にげんなりです。身も心もズタズタ。そんな最中、希望を持って歩む余裕などちりもないことです。生きることに関心になるより、この悪夢に悩まされる私の体はどこからそんな答えを生み出せと言いたいのでしょうか。む、さっきのやつ、もっかい見せてみろ。何かそれらしき記述がないか。私たち、悪夢に悩んだ育むこともない夢も希望もない悪夢。それが恐ろしかった悪夢。人々に、忌み嫌われていく夢。人々の望まない夢悪夢。太古の時代、封印し、神様に祈りを悪夢。暴れ狂う悪夢の怪物。怪我をした、命を落とした悪夢。人々に恨まれ、それが悪夢となった。苦しんだ。太古の時代、悪夢。それは誰もが見るに過ぎない夢悪夢。太古の時代、悪夢。見ない日は幸福だ悪夢。いつまでも続く。後ろも前もない暗闇暗む時。太古の時代、人々、孤独。命を落とす太古の時代、悪夢。立ち去れ、解読、高校、純粋。さすがにこういうのには理解できねえよ。でも悪夢が恐ろしいもんであるには間違いないし、やはりアリスも太古の時代の奴らと同じ目に遭っているんだな。私もたまに悪夢を見るのですが、その悪夢は日頃から自分で背負っている。悩み事や不安などが夢の中で悪夢を持つ鬼として現れているんじゃないかって思います。悪夢を見ることは今、自分で悩んでいることや不安を解決しないとたちまちその夢から逃れない。太古の時代の人々はそんな悪夢を見せられたのも先代の封印を解いたから悪夢が誕生し、より人々の夢に悪夢が現れて、大きく恐れていたのだと思いますの。でも悪夢に立ち向かう勇気さえも夢の中では出せずにたちまちその悪夢から必死に逃げようとしているんじゃないかなって。でもどうして私たちは悩み事や不安を持つのでしょうか。単純にそんなの気にしなきゃいいだろうって話よ。私なんか今、悩んでいることも苦しいことも何一つもないぞ。でもアリス様はかなりの不安と悩み事を蓄積したゆえに悪夢に完全に囚われてしまったのかもしれませんよ。もしそうなら、目を覚ますことがないのかもしれませんか。て、おいおいおい、永久に目が覚まさない？そりゃ、ないぜ。アリスは今も悪夢と戦ってるし、攻防戦でのいい勝負なんだよきっと。アリスは目を覚ますし、覚ますに確定事項だ。なんだかあいつらの会話を聞いているとアリスが深刻のようだな。そうですね。アリスさんもしんどいようで、とても心配です。でもそれより、地に走るあなたさんもしっかりと監視しないとならなくて心配になりません。だから、もう死ぬぞなんて考えてないから安心してくれ。大体よ、考え直したんだ。私はどうして今まで死ぬことを考えていた。不老不死だから諦めていたけどそれでも歯を食いしばっていろいろ実践して失敗した。だが、あいつら、そしてアリスを見ていると苦し紛れだが、
私も今ある命を尊重することになったぜ。たびたび死後の世界を見ても、どうすることもできねえと確信したぞ。ふむ。太古の時代に悪夢が誕生。我々も日頃から夢を見ますが、どれもこれも脳が見せるものでしょうね。でもいつから悪夢と認識して悪夢と呼ぶようになったのか。あの伝承、本当なのでしょうかね。真実はあらわにはなっていませんが、太古の時代には悪夢を恐れること自体は獣を恐れるものと何か似た感じがしますね。まあ、アリスは今とない蓄積された悪夢の一角に閉じ込められているのでしょう。言うなかれ、現代版の不思議の国のアリスという幻覚で構成された悪夢の世界に少女アリスは望まぬ野望を抱いて生きているのでしょうね。まあ、これがフィクションだから、ノンフィクションだから。とは言っても、真実を述べるのは難しいことですけどね。悪夢を見ても、それが悪夢なのか吉夢なのか。はたまたは望まれない形で生まれた偏見なのか。アリスの様子が正常じゃないということはもうわかっている感じですかね。あれだと一生、永遠なる悪夢から逃れられないと。それでも彼女は望んでもない悪夢と対峙しないといけない。私は最初はただの悪夢の一つに過ぎないと思っていましたが、どうにもアリスには負荷をかけているように見えます。彼女は悪夢の中でもがくことしかできず、現実では起こっていない偽の事態の餌食にされているんでしょう。ふふ、よく見ているわね。確かに、あの子は見覚えもない男性となぜか付き合っているし、結婚して、夫婦、となっているのです。悪夢が何の因果を持って、アリスに悪夢を見せたのでしょうね。毎度毎度、この夢を見るたびに恐怖に怯えて、怯えながらもこの夢でどんなことが巻き起こるのかがわからない。でもこの夢が見せる夢もまた私を恐怖に落としかねないものに変わりもありません。私から見えているものは恐怖でしかないと。おい、隠れてないでてこい。そんなところで隠れていても無駄だぞ。訴訟する。お前は俺をバカにした。刑務所行きだ。逮捕だ。裁判だ。いいからけろよ。ザコー。ひあ、悪夢にずっとにらめっこされているなんて考えると私の精神は夢の中でも現実でもまとまらない。いつまで経っても終わらないこの夢は恐怖と一緒に閉じ込めたいのか、はたまたは私をどこかで恨んでいるんでしょうか。この恐怖から逃げられる道ももうありませんし、どこに逃げ場を持っていけばいいかもはっきりしません。私はこのまま悪夢と一緒に閉じ込められたままでいるのでしょうか。私はあの悪夢から解放される方法を考えましたが、ここは夢の中です。目が覚めない限りは私はずっとこの中で悪夢にうなされていくしかないのでしょう。お願いします。太古の時代に起源のある悪夢、そして恐れるにそれを打ち砕く打法を、アリス様に生命の祈りを、今一つ。はいはい、慌てないですよ。英気様も取り込み中。今日はあなた方の司祭でバディを組んでおります。それはわかっています。英気様とどうかお話をさせてください。なんか、随分とその体と見合わない鉛だね。ミュータントというか怪人のような容姿で。まあ、英気様も異様の怪物でも何でもありだと思います。はい、英気です。今日はいろいろと取り込みを持っていまして。まあ、あなた方に相談を持ち込まれていてもこちらとしては差し金を与えてくれればういなしなのですが。なんだよ、堂々としていないなぁ。いつもなら閻魔大王みたいなおごそかな感じなのに。まるで元気もはつらつもないよなぁ。すみません。私もそろそろ庶民並みのレベルに達していました。このことで自分が今まで天狗であったかを深く反省しているに過ぎないアリ様でした。キモケイネさんにもご迷惑かけています。地獄もスランプでね、なかなか罪人をまとめるのが大変なんだよ。だから今や英気様は自身の貯金で食いつないでいるんだ。だからそっとしておいてほしい。なるほどですか。アリスさん。わかりました。困ることがあれば私に何なりとお任せくださいよ。で、アリスさんは悪夢を見ているが、その悪夢のスケールとその悪夢が見せている夢にアリスさんを連れて行ってしまい、悪夢を見るや否やアリスさんは深い眠りに落ちてしまった。まるで、眠れる森の美女、みたいな感じですね。ですが、まだ彼女は死後の世界に行き渡っておらず、ならば悪夢の中をさまよい続けているのかもしれません。当然、夢の中ですから、出口もないし、目が覚めなければ意味がない。そこでアリスさんが持っている精神的な病気も関連しているかもしれませんね。私が見た感じだとアリスさんが見る悪夢も精神が不安定で見せてしまった悪夢らしく、その悪夢内容も彼女からしてみる悪夢。この悪夢を追い払えば、目も冴えるし、吉夢にだって変えられる。ですが、太古の時代から悪夢は恐れられてきていますし、
なおさらアリスさんがどうして悪夢に囚われたかも具体的に説明がつかないのですよね。でも一つのフローチャートですと、アリスさんが見ている悪夢を解決させる手段もあるのはあるのですが、それは大変危険。もしかするとこの世界に生きて戻ってこれる保証などもありません。昔から絵本の中に入るなんていう常識破れな侵入方法も有名でしたが、そんなおとぎ話のような展開にあなた方がアリスさんを助けるために果敢に臨むのなら、止めません。さあ、どうしますか。ふむ。無言ということは確定かな。それじゃあ、常識破れな世界、ワンダーランド、イン、アリス、へ行ってらっしゃい。ボン、オヤージュ。